こんにちは、うなさんです。本日は10月12日ということで、皆さんご存知のレッドウィングの日なんですよね。はい、もう少し動画を早く出そうと思ったんですけれども、まあいろいろとこう出張続きでして動画は遅くなりましたね。まあとはいえですね、レッドウィングの日なので、まあすぐに編集をして出そうということで、簡単な動画ですがお付き合いください。まずそのレッドウィングの日って何ぞやってとこなんですけれども、10月12日はですね、レッドウィングの創業者チャールズ・ベックマンさんの命日ということで、まあ、彼のですね偉業を表して付けられた日だそうです。まあ、ただこの公式、いわゆるレッドウィング社、レッドウィングジャパン社で広まったものではなくて、あくまでも、まあ、数年前からファンの間でこう広まっていったってことなんですよね。まあ、去年もこの動画でですねお話をしてるんですけれども、まあ、みんなで楽しくレッドウィングを履こうっていう日なんですよね、簡単に言うと。で、まあ、ただこのチャールズ・ベックマンさんの命日っていうことなんですけれども、まあ、諸説ありまして、10月21日がチャールズ・ベックマンさんの命日であるっていう説もあったりなかったりするようで、まあこれはね、まあ、いろいろあるでしょうかな、まあ、どっちがどうってことではなくて、ファンの中では、この日をレッドウィングの日としてるんですけれどもね。例にたがわず僕も先ほどベックマンを履いてきましたので、こんな感じでツイッターの方に上げさせていただきました。ファンの中でこう立ち上がってくるぐらい、まあ、レッドウィングっていうのは、まあ、未だに愛されているブランドなんだなと感じますよね。はい、で、まあ、動画これで終わりなんですけれどもこれだけじゃ面白くないので、ですね、最近ですね、僕の動画を見て、どういうレッドウィングがおすすめですかっていうような形のものが、まあ、いくつかこうご相談があるので、まあ、その中で2つ気になったものと、僕も今来年に向けて買おうとしているものを、まあ、ご紹介しつつ、まあ、今日はレッドウィング、次何買うのっていう話をちょっとしてみたいなと思います。コメント紹介しましょうかね。2つ、ちょっと読み方間違ってたらごめんなさいね。森次武さんかな。レッドウィングの8876と8861、迷っててどちらがおすすめですか、教えてもらえれば嬉しいです、お願いしますってことです。コメントありがとうございます。はい、もう一つのコメントが嘘さん、現在大学4年で、卒業旅行はコロナで行けそうにもないので貯めていたお金でレッドウィングを一足買ってみたいなと思うのですが、ベックマンかボストマンシューズで迷ってます、どちらがいいでしょうか、もう迷って全く決めれないので決めてくださいっていう、この僕が決めていいのか分かんないんですけれども、ハートとグッドを押しておきましょうね、お二人にはねはい、この後ですね一通りお話をするんですけれども、まあ一緒に迷いましょう。はい、お二人はね、僕今ですね、このブラックチェリーのベックマンですね、9411と875、8111、9060を所持してます。はい、で、なるべくこう被らないように買っていきたいっていうのが僕の靴を買う時の、まあ、考え方なんですよね。なるべくこう同じデザインのものは買わないとか、同じコンセプトのものは買わない、まあ、同じ革は買わないっていうような形で買っていきたいなと思ってますので、フェザーストーン、ブラッククロンダイク、アンバーハーネス、オロレガシはもういいかなっていうところと、ベックマン、ベックマンフラットボックス、アイアンレンジャー、モカモックトゥーに関しては、まあ、もういいかなっていう形で考えてます。
うん、そうなった時に、どの革を買ってどういうデザインのものを買うかっていうことの組み合わせでしかないので、まあ、僕が今回買おうとしているものをちょっといくつかご紹介していきながら一緒に検討してもらうといいかなと思います。まず一つは、革としてはカッパーラフ&タフ、一つ前のシルバースミスの動画でお話をしたカッパーラフ&タフに関しては買ってみたいなと思いましたね。うん、あのヌバックのオイルドヌバックっていうものに関してかなり興味を持ってます。はい、まあ、非常にあの風合いが出やすい、最初からかっこいいレザーとしてあの履いてみたいなっていうのと、あのお世話によっていろんな経年変化があるので、まあ、これは履いてみたいですね。うん、なのでカッパーラフ&タフ、レザーはカッパーラフ&タフかなと思ってます。で、持ってないデザインで言うと、ブラックスミスですね。まあ、ベックマンじゃないかっていう話もあったりするんですけど、まあでも、ブラックスミスとして一足買いたいなっていうのはありますね。うん、で、あとは、クラシックラウンドですかね。うん、いわゆるこう、モカモックトゥって言われるラインの、その、ラウンドトゥのものを買いたいなと思いますね。はい。デザインで言うと1930スポーツブーツに関してもいいなとは思ってます。うん、でかつこれはレザーがブラックプレーリーで、うん、今あるクロンダイクと、まあ、双極をなす、写真のレザー、まあ、非常にこれも魅力的な靴だなと思って見てますね。はい、そんな感じかな。で、一つ一つ見ていきたいんですけれども、まずカッパーラフ&タフの今のモデルを並べてみると、8876の、6インチクラシックモックのカッパーラフ&タフですね。うん、で2つ目が1907の、6インチクラシックモックのカッパーラフ&タフ、これは少しラストが違うんですよね。23番と45番ってラストが違うのと、45番のラストの1907の方はインソールが入っているタイプのものなので、うん、これは非常に履き心地も875とは違う感じもするでしょうし、ウェルトもですね、スプリットのこのストームウェルトを採用されているので、まあ非常に男らしい印象が出る形でいいなと思ってます。うん、あとは、9111の、6インチクラシックラウンドのカッパーラフ&タフもいいですよね。うん、いいなと思ってます、正直。うん、このクラシックラウンドってあのモカモックトゥの、デザインと実はその革のパターンが違うんですよね。うん、このクラシックラウンドってこの875のこのモカモックトゥのデザインの単純にここがこうラウンドトゥになっているだけじゃなくてですね、この後ろのこのバックステーの部分がなくて1枚でこう革が形成されている、いわゆるこの一枚革のシームレスバッグっていうもののデザインを採用されているので、ここのそのバックステーの革が一枚ないだけで、あの非常に足当たりがいいみたいなんですよね。うん、なのでそれは履いてみたいなと思ってますね。やっぱりこのバックステーがあるだけで堅牢性は上がるんですけど、足当たりもなかなかハードな足当たりにはなるので、まあ、そういう意味では履いてみたいデザインになってますね、僕の中で。うん、このクラシックラウンドいいかなと思ってます。ただまあこの白底っていうところに、まあ今もう一足買うとしたら白底じゃないかなと思ってますけどね。うん、まあでもちょっと気になってますこれは。白底ってことを考えると、この8876、1907、9111に関しては全て白底なので、少しこう優先度が低くなってます。やっぱり875今持ってるので、まあ少し後かなっていう感じかなと思ってますね。で、続いて8085のアイアンレンジャーのカッパーラフ&タフ、
これかっこいいですよね。実はこの靴って僕の動画を見てですね、検討もしてもらえたカフクラテのカフクさんが実はこの動画でですねお話をされてるんですよね。はい、非常にやっぱり風合いもあって、まあ、かっこいいなと思いましたね、カフクさんの動画を見て。うん、まあ、ぜひカフクさんの動画を見てください。僕みたいなそのちょっとこうエロい感じじゃなくてですね、非常に紳士的で穏やかな動画なので、ぜひ見てみてください。はいそうなんですよ。でただまあ先ほども言ったようにこのアイアンレンジャーの8111を持っているので、デザイン的にはもうこのアイアンレンジャーと同じで、でかつ革もアンバーハーネスと、ラッパー、あ、違う違う、またラッパーっつった、カッパーラフ&タフですね。カッパーラフ&タフって、まぁ、ちょっとこの前の動画をもう一度見ていただくといいんですけど、横に並べた時に印象の差っていうのは、まぁ、こっちの方が、まぁ、銀面もしっかりしてるし、いわゆるレーザーっぽいレーザーなんですけど、カッパーラフ&タフとアンバーハーネスのアイアンレンジャーを持ってしまっても、あまりこう満足感で低いのかなと思っていて、このアイアンレンジャー8085に関しては、まあ、僕はスルーしようかなと思う。アイアンレンジャーでいうと最近新作で出ている8086ですかね、チャコールラフ&タフがいいなと思ってます。このハーネスっていうこのレザーですね、オイルドのこのレザー非常に気に入りまして、ブラックハーネスの方も買いたいなと思ってたんですよ。ただこの最近出てきたこのアイアンレンジャーの8086のこのチャコールラフ&タフがですね、経年変化を見ていると非常に黒い部分とそのチャコールの部分とこう何でしょう、織りなすですね、そのハーモニーみたいなものが非常にかっこよくてですね、これすごく気になってますね、チャコールラフ&タフのアイアンレンジャー。まあ、もう一足アイアンレンジャーを買うんだったらそれかなと思うんですけど、まあ、先ほど言ったように同じデザインでもう一足っていうのは、まあ、今すぐじゃないかなと思ってますので、まあ、これももう少し先かなと考えてます。はい、となるとそのカッパーラフ&タフで欲しいものってこの3343のブラックスミスになるんですよね。はい、ということで今欲しいなと思ってるものの一個がこのブラックスミスのカッパーラフ&タフが一つ目の候補です。この何でしょうね、金具のところがこう真鍮色っていうかこうニビ色というか非常にこのくすんだカラーとこのカッパーラフ&タフのこの組み合わせが非常にかっこいいなと思ってます。いいですね。はい、まあ、レザーから選ぶ1個目の候補はこの3343ブラックスミスのカッパーラフ&タフです。はい、じゃあそれだけかって言われるとそのもう一つありまして、 1930S スポーツブーツですね、ブラックプレーリーですね、レーザーは。でソールはグロコードキング B、 製法はグッドイヤーベルト、ラストは8番。この1930スポーツブーツに関しては非常に興味を今持ってますね。なんとサイズもあるんですよね、今バッチリ揃ってるんで。まあ、このブーツに関してはもうデザインは持ってなくて、レザーは、このブラックプレリーっていう革もう僕持ってないですし、ソールのグロコードキング B に関しても持ってないんですよね。はい、となるとこれも非常にいいというかもう選択肢の一つに上がってくるじゃないですか、この8075-1930S スポーツブーツ、これかなこれなのかな、これもかな、良くないですけどこれもかもしれません。なので今ウナが欲しいブーツはこの2つになります。僕のブーツ選びのポイントはこんな感じなんですけど、お二人へのお返事もしたいなと思ってます。まず森次武さんの8876と8861で迷っ
ってるのでどっちかっていうことなんですけど、これはですね8861のホーソンミュールスキナーラフアウトの方を買ってください。はい、同じレベルで迷ってるんだったら、確実にホーソンミュールスキナーラフアウトの8861の方がおすすめです。はい、これなんでかって言ったらですね、ホーソンミュールスキナーラフアウトってもうなくなるそうです。製造がね。なのでもしマイサイズでどこかで手に入るんだったら、このターンで買っておくことをお勧めしますね。もう素材的にホーソンミュールスキナーラフアウトの方でいいかなと思ってます。はい、はい、次、次がウソさんのベックマンかポストマンシューズで迷ってますと。これはもう間違いなくベックマンを買ってください。はい廃盤になります。今の現行のベックマンは廃盤になりますので、ポストマンシューズとベックマンで迷うんだったらもうベックマン買ってしまった方がいいかなと思ってます。はい、まあ、現行のベックマンが廃盤になるだけで、新作のベックマンは来年出るんですけど、少しテイストの違うブーツになるそうなんですよね。僕が仕入れた情報だと、テイストの違うブーツになるので、現行のベックマンに惹かれるのであれば、ぜひマイサイズを見つけて買うことをお勧めします。はい。ただその大学4年生っていうところでポストマンシューズをそのビジネスでも使えるような形で考えてるんであれば、ポストマンシューズっていうところでもいい気はするけど、ポストマンシューズは定番ラインから外れることはないと思うんで、このターンではベックマンを買ってください。はい、そっちでいいです。おすすめします。だらだらと欲しいブーツをお話してきましたけど、ウナはどっちかを、いずれかのタイミングで買おうかと思います。せっかくなんでね、お店に試着する様子なんかを Vlog で撮れればいいなと思ってますけど、はい、そんな感じで考えております。また来年の2022年10月12日のレッドウィングの日に向けて、皆さんも何か一足、育ててみてはいかがでしょうか。以上です。チャンネル登録高評価お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。